ームクリオネさんからいただきました。ありがとうございます。私は現役高校1年生です、うん、部活は真冬と同じ弓道をしています。いい、そこで皆さんは学生時代何の部活に入っていたか教えてくださいといただきました。私は小中学校までは吹奏楽系をやってて、うんうん、すげえやっぱ芸術に長けとるな。このマイク吹いちゃったよ、ボーンって笑って。高校からは軽音楽部に入って。何軽音楽部、高校では軽音楽部でボーカルをして、ボーカル、そう、なんかアニソンボカロのカバーをするバンドを組んでて、うん、そこでボーカルやってた。すごいわ。そんなことない、ね、レオニードじゃん。確かにそう、だからレオニードの選曲が本当に羨ましい。刺さるのもあ、ええよねっていう。ジンさんだね。そう、いいのよ、とにかくいいの。そう、だからなんか結構音楽に浸った部活生活だったかも。すごいな。例えば何歌ったりした？それこそ東京テディベアも歌ったし、あとアイマイレジーとか、なんかね、基本的にいろいろ歌ってた気がする。まあでもアニソンもあったから。あ、へえ。なんか基本その、で私たちのバンドなんか経験者一人もいなくて、みんなゼロからのスタートだったから。すごい。ボカロって難しいから弾けないのよ、うんうんうん、みんな。あ、そっかそっか。でもだからなんかなるべく簡単なのを選んで弾きやすいの。そう。でもめっちゃ簡略化してしょぼい演奏してる。ともりちゃんは演奏は？私はなんか最初の頃はキーボードボーカルみたいなのもたまにやってたの。基本ボーカルで、絶対必要になったらキーボードやってたんだけど、ボカロってキーボードが一番なんか難しくて、途中からなんか柔道部からサポートメンバー呼んでやってた。柔道部？そう、軽音部所属じゃないんだけど、柔道部の子がめっちゃピアノ上手くて、その子を毎回ライブのたびにちょっと呼んで、スタジオ一緒に行って練習して。ずるじゃない。いいのよ、いいのいいの。そうなの、いいの。お客さんに楽しんでもらうことが一番だから。そうだね、そうだよね。そうそうそう。ともりちゃんじゃ弾けるんだ。なんかピアノは習ってたから、うん、でも軽くしか弾けない、うん、手小さくて届かなくてやめたんだから。あ、そうなんだ。見てこのお手手、ちっちゃい。オクターブ届かないの。ドからドが届かないの。私楽譜読めないから、ドからドって言われてもドじゃねって思っちゃうから、ドからドから高いドまで、ドレミファソラシドのドまでが届かない。あ、そうなんだ。だからね、もうやめた。やめたんですね、うん、でも弾けること自体すごいですから。いや、そんなことないよ。いや、もうすごいです。楽譜読めること自体がすごいです。でも結局ズルしてたから。そうだね、柔道部に頼っちゃったからね。はい、じゃあもう